はい、はい、始まりました。始まりました。坂田です。坂田です。いやー、夏ですね。もうね、夏ですよ。クーラーつけてます？家で。最近ちょっとつけ出した。言ってもなんか、いや、なんかつけなくてもいいかなと思ったけど、もうつけ出すと無理だね、うん、あー、つけ出すともう、僕リモートワーク中とか、うん、つけてないんですけど、うん、汗流しながらやってます。気持ち悪い。汗垂らしながら なんでパソコン叩いて、でジムとか行ってんすけど、そんな行きたくなかったのにジム涼しくて行っちゃうっていう。えジム結構行ってんの？じゃあそのヒントとしても、まあ週5ぐらいじゃないですか。週 5？ 週5か週4だよ。めっちゃ行ってるやん。じゃあ 何すんの？いや、まあ、日によって違うんですよ、もちろん。え、足やった日は、え、えら、あのマジ背筋の日みたいな。マジかよ。あ、出ないね、みたいな。ローテーションで。えらいな。いやでも本当にジムいる時間僕10分15分ぐらいしかないです。短いな。それで週5。まあすごいけど、それでも週5行ってんの。そのまあ なんかやるね。なんか1個、なんか1個や、1個か2個やって、うん、でまあ、ランニングコースというか、うん、でそのまま走って、ええっていう。まあでも大事っすよ ね、 いいすね、健康のためにも ちょっとね。腹をどうにかしたいっすね。あ、そうなん。はい、じゃあぜひ頑張ってやってください。はい、なっちゃおうかな、アイドルに。はい、はい、はい、じゃあ今日のテーマ何ですか？アイドルです。アイドル語れるほどではないっていうのを先にちょっとね、あの言っときわないと。そうですね、このアイドルがどうこうみたいな話にはなんないんで。ちょっとでもアイドル、アイドル確かに、まあアイドルといえば、でもやっぱ最近あと YOASOBI ですか。ああそうね。オープニング推しの子の、推しの子のやつ、まあ、あれまあ流行るよなって感じするよね、うん、なんか口ずさんじゃうし。あと、あんま合わなくて口ずさんでいいんですかね、こういう。全然いいっしょ。口ずさむのはいいんですかね。だってこの前もうまれてもうまれてそれやってたから全然いいでしょ。そっか、いいんすか。アイドル、アイドル好きっすか。うん、まあそのなんでしょうね、 このファンとかはないし、ないっていうか、まああんまなったこともないし、そういわゆる握手会とかライブとかも行ったことはないけど、はい、まあ、まあテレビ見てたら全然出てくるから、まあ有名どころは多分わかるというか、ぐらい。乃木坂、欅坂、桜坂とか違いとかわかります？あ、だいたいあれでしょ、白かったら乃木坂で、はい、なんか黒かったら欅坂、あ、欅坂やったっけ、桜坂かで、はい、なんかピンクが水色やったら日向坂やと俺は思ってるけど。あ、そういう見え方もあるのか。いや、わからん。こんなもん以上によって変わるけど、なんか俺そんな、なんかとりあえず乃木坂って白くない？確かに白くて長くない？はいはいはい、白くて長かったらとりあえず乃木坂。確かに欅坂ですけど、なんかちょっとダークっぽいイメージが、はいはいはい、トレンチコートみたいな、そうそうそう、生地が厚いイメージがあって、はい、確かに。で日向坂はなんか、まあ、なんやろ可愛い系なのかな、なんかこう ピンクとか、うん、なんか明るい色みたいな、うん、みたいな勝手なイメージ。桜坂って何やったっけ。なんかいませんでしたっけ。いたいた。え、でもあれちょ、なんかあれが名前が変わったのが日向坂か欅坂かなのか、はい、まああれよ、要はこんくらいの解像度しか、はい、わかんないやつが言ってるか、はい、ちょっとね、 今の指標にしてもらって、白くて長いと乃木坂とか言ってるぐらいの、はい、でもまあ、 あの白石麻衣とかわかるし、あ、わかります、わかります、あのそうそう、あのなんとなくわかる。深川麻衣も乃木坂なんですよね。深川麻衣も乃木坂。深川麻衣ってどんなやったっけ。なんか映画に出てて、最初の人、その白石麻衣世代ってこと、昔だなんですかね、多分。まあまあ、で出てて、愛はなんだかな、で出てて綺麗で、調べたらみたいな、調べたってか、まあ、一緒に行った友達が、うん、あの人乃木坂だったよみたいな、えーっていうのをもうすっかり忘れて、深川見るたびに可愛いっつって、あれ乃木坂で、えーっつって。なんかでもあんまりその乃木坂のイメージないかも。あ、もう、ね、その昔だったからかな。そうなんですよ。
なんかいます、好きな、まあ、あのこれは男性グループ女性グループ問わず。まあでも遍歴って言ったらあれですけど、うん、高校の時ちょっとももクロ好きで、お DVD はちょっと買ったみたいな。お結構好きじゃない。で聞いてて、めちゃめちゃ。何色が好きなんですか。ちょっと俺マジで分からんけど、あの玉井しおり、しおりんだあってたっけ、ちょっともう怪しくなってんですけど、黄色が好きでだったんですよね。で、あと他、電波組。ああ、え、あのちゃんって電波組？違います。違う。あのちゃん緩めるもんじゃないですか。あ、そうなんや。もう今やってんですか、緩めるもんって。あ、なるほど。わかんないですけど、電波組はまた違う。電波組あれやんな、バカリズムの奥さんやな。ああ、そうですね、夢見ねむ。あ、そう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 、ねむきゅん、そうですね。で、それがあのもがちゃんいたぐらい。ああ、もがみもが。あ、そうです、そうですいたぐらいの時聞いてて、でんでんパッションとか。あ、でんでんパッションだけわかるわ。でんでんパッション僕死ぬほど聞いてて、アップルの、あのその iTunes の再生ランキング未だに1位な気がして当時聞きすぎて。なるほど。で、でんでんパッションとかめっちゃ好きでしたね。一回ライブ見ました。はい、え、その見に行ったってこと、ライブを。もう、はい、お、それ結構じゃない。そうなんですよ。そうなんや。あと大学ぐらいの時にフィロソフィーのダンスっていう、全然フィロのして今も一応今も全然活動してるんですけど見に、それもライブ行きましたね。それチェキ取りましたよ。結構ちゃんと。はい、なるほどな、ぐらいですかね、そのアイドル。まあでもそうか、どうしても我々が男側なので、まあ女の女子アイドルの方が。そうですね。まあでも分かるけどね、ジャニーズとかジャニーズとかも全然分かる。でも最近さ、最近人気すごくないですか。人気すごい、人気すごいし、あのそれこそさ、さっきちょっと喋ったけど、さっき喋ったっていうのは撮る前にちょっと喋ったけどさ、はい、今だがもう終わったけど、だが情熱はある、はい、でさ、あれストーンズの曲、ストーンズだよな、ここからこっからっていう曲があって、めっちゃかっこいいのよ、うん、曲として本当に、うん。でなんかそれの、それをこの前、まあ、なんかテレビで聞いて、わ、かっこいいと思って、普通に曲として、はいはい、だからなんか違法視聴してる。いやいやいや、合法視聴してる合法視聴してるよ、ちゃんと YouTube の公式のやつで。あ、聞きます、合法なんで。え、あのあれもうじゃあ高橋海人でしたっけ。ああ、高橋海人か。 あ、そうそう、あれが、キンプリ、キンですかね、キンプリじゃない、若林役とかですよね。そうそうそう。あと あのさっくんがいるグループって何でしたっけ。さくまくん。え、さっくんって言われませんでしたっけ。さっくん、え、目黒蓮。あ、目黒蓮はスノーマン。スノー、え、目黒蓮と一緒のとこってこと。いや、ちょっとなんかやばいこと言いそうな気がするなんか本当に薄すぎてあれなんですけどあ、危ないな、ちょっと怖いぐらい薄くて。でもちょっと待って、逆にこれさ、もし万が一なんか、はい、もし聞いてくれた人がいたとして、はい、なんか好きな人がいたとしても、はい、ちょっとこれ正しくなんか伝えると、教えてもらえる。そう、あの逆に言うと、こんなに分かってないけど、でも映画とかドラマ見て、はい、あ、すごいこの人とか思ったのが、はい、その目黒蓮だったりとか、はい、高橋海人だったりするから、なんか、はい、そう、こんな知らない側でも、はい、普通にジャニーズすげえなの人、すごい人いるなって思う、はい、どんだけ上げる、どんだけ下からこう行くんすか。いや、なんかどんだけ下からこう、なんか危ないらしいから危ない。でもマジで、マジで。で、あのなんだっけ、そのピンクの髪のキャラっていうか。あ、分かった分かった。あれよ、スノーマンよ。スノーマンですか。が先輩がめちゃくちゃハマってて、うん、ファンクラブとか、うん、やれなんとかだみたいな、入るみたいな話してて、でなんか友達も最近めちゃめちゃなんとかにハマってて、なにわ男子。ああ、なにわ男子ちょっともっと若いよね。そうなんですか。なんかハマってみたいな、周りジャニーズ好き思ってる多いなっていうか。え、それみんな女子。そうですね。びっくりしました。びっくりっていうか、なんかやっぱ根強いんだなって。確かに。しかもなんかさ、パッキュー、まあ、ぶらぶら、あ、なんか急に来たとか、急に来たとか思って、はい、っていうのはなんかあのスノーマンとかさ、それこそキンプリとかなにわ男子って、はい、まあ俺らがちょうどここ
何年かって大学生が終わって社会人をしてたぐらいの時期だからかもしれないけど、なんかあんまりこうその成長過程を知らんというか、なんか急にもう最近歌なんかたまに聴くなって思ったらもうめっちゃ有名みたいな、なんかその急にそう一緒にその育ってないじゃん。やっぱ嵐まで出てそう嵐まで嵐までないよ。それわかりますね。ちなみにさっきの佐久間さん、はい、佐久間くん佐久間さんが、はい、あのスノーマンだって俺分かったのは、はい、1個その記憶があって、はい、あの目黒蓮がスノーマンなのは分かってるのよ、はい、で多分スノーマンの曲で紅白でやってた、はい、なんかねあのブザービート、はい、あ違うブザービートえヤマピーですかそうやなブザービート違うわやべブザービートじゃない、はい、ごめんこれ危ないな。何ビートなんですか。なんかなんブラザービートかも。ああ危ねえ。そうなのかな。そうっていうのがあって、なんかそれでそれ結構やってたのよ、はい、曲で。で、最初ちょっとラップっぽい入りだ。てんてけてて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 てみたいな、はい。そこをね、ピンクの髪の佐久間さんが、はい、なんか やってた歌った後に。目黒蓮が次なんか歌ってるのをめっちゃ記憶してて、はい、てことは絶対スノーマンっていう。ああなるほど。全然ない？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 みたいなあんのよパートが、うん、です。ちょっとここまでやばいことに触れずに来たんですけど、うん、ラップで燃やして YOASOBI のアイドルのラップ。うんあれラップなのかみたいな。いやもうなんか分からんけどラップなんあれは。なんか久々にJ-POP のラップ聞いたみたいな思って。見て銀の映画のねメスメディアってやつ。あれ。いいやん。かっこいいやん。なんか最近だってもうしっかり流行ってるじゃないですかヒップホップとか。バリ流行ってるよね。で B メロとかサビ前とかで急にラップ来たりするやつ。うんうん、その0年代急に英語の歌詞入るとかあったじゃないですか。あったあった一気になんかなくなったよなとか思ってたら久々になんかその J-POP の途中で入るラップ聞いたなと思ってでちょっとなんか今なんですか10分あまあ、全然ある全然いいでなんかあれラップなのかなってちょっと思ったっ、ねまあ、ラップでもラップじゃなくてももういいのよ、まあ、いいんですかいやでもあの曲すごいなってすごいっていうかまあなんかあれ俺その原作の何だっけ推しの子、まあ、見てないけどさ、はいはい、なんかすごいフィットしてるんでしょそのな内容というかあキャラとアニメ悪がとかいうあそうそうそう、はい、アニメの感じとかにもう漫画だけはちょっと読んでますけど、うん、やばいぞいやアイドル、はい、アイドルむずいなアイドルむずいなんで選んだのっていうじゃあマイアイドルいます？そのアイドルとかじゃなくてロックスター誰なのみたいな。あむず。あんま聞かれたことないですか？あんま聞かれたこと。僕その成長したって書いた社員さんに坂田のさロックスター誰なのって言われて。いや変な社員さんやな。あートムヨークですって。ロッカーみたいな感じでありますアイドルみたいな。僕結構。なんだろうキムタクキムタクキムタクじゃなくてキムタクはアイドルですけどレジェンドアイドルとしてはキムタクはレジェンドアイドルですけどアイドルって言われたら誰って言いますじゃあ自分にとっての本当にじゃあ自分にとってのじゃなくて、はい、あごめんちょっとずるいけど、はい、要はそのもしこれみんなでこれといえばこれっていうのを合わせるゲームがあったとするやん、はいはいはい、アイドルといえばアイドルといえばって言われた時に、はい、なんて言うっていうアイドル日本を代表するアイドルグループといえばって今聞かれたらなんて答える確かに嵐もいなくなり嵐も活動休止うんかなスマップも解散し誰なんだろうでもそれだったらやっぱ乃木坂って言うかも確かに乃木坂かもしんない AKB も最近あんまり聞かないですだってよな俺もあんま聞かない気がしてるけどでしょ日本を代表するっていうかうもう K-POP にアイドルの枠ってあ感じはありますね確かに K-POP の僕まだ聞く感じします、ね、マジで、はい、俺どれがどれか
見分けついてないけど、あ、僕もあの K-POP 聞くみたいな話した時に誰誰みたいな名前出た瞬間にあんま分かんない、ちょっとそれは分かんないんですけど、うん、曲自体はまあそうね、 K-POP 確かに K-POP のさ、はい、あれなんか俺なんかなんかの、はい、その女性 K-POP アイドルで、はい、なんか歌かっこいいのあったよな、なんすか、ね、しかも結構最近、最近最近アップルミュージックとかで割と上位、つい最近の話ですか、うん、もうこの1週間とか、この1週間最近の曲、最近の曲のはず、まあ、そういうランキング、まあ最近、まあここ1年とかだと思うけど、はい、やべえ何やったっけな、まあいいや、うん、アイドルで何ていう、その日本、じゃ日本を代表するアイドルといえば、うわむずいな、男女も縛りないからね、何でもなくて、日本代表するアイドル、パフューム、あーパフュームってアイドルなんですか、まあアイドルなんじゃない、ダンスボーカルグループ、ユニットユニットって何ユニットはユニットなんじゃないですか、そんなパケットみたいなことどういうことですかあーあれもユニットなんですかね3人組とかヒルクライムとか、ヒルクライムは今1人、キマグレンとか、あキマグレン、デュオじゃないそれはもうデュオいやデュオは違うでしょ、デュオはもっとこう男の人と女の人みたいなイメージあるけど、ね、本当ですか、ユズ小袋2人組いっぱいいるなだやっぱファンモンとかソナーポケットはあれじゃ、やっぱユニットじゃない、確かにあれはユニットかユニットで、ね、3人はユニット、3人はユニット4人だったらドラムいなくてもバンドって感じしますもんね、バンドって感じする、セカオワってバンドって感じしますもんね、ああそうだね、ドラムでもいないです、いないいない、いや確かにむずい、アイドルというか呼び方の定義むずいね、なんだろう、コンビじゃないか、コンビ、まあお笑いっぽいもんな、うん、コンビっていうと、あの形式っていつからできたんだろう、2人でのギターもグループデュオ、デュオじゃないですか、デュオいいね、で何で最後に言って、その日本代表するアイドルといえばの、日本代表するアイドルといえばアユ、アユってアユじゃないのか、ありがとうございましたアユでアユでいいの、いや待って、アユってアイドルなんですか、まあ歌手も歌手じゃない、女性歌手、歌手か、アユ大好きなんで、ちょっと待って、アイドルでしょ、待って待って、アイドル、モームスで、おお、ようわからん着地、モームス、モーニング娘で、俺は乃木坂、はい、坂田モームス、決まりました、はい、では何がありがとうございました